右でもなく左でもなく、ただただまっすぐ行くだけじゃない、道の途中チャンネル、よっしゃたまつ、中島たまつです、道の途中チャンネルということをやってるんですけど、まあ先月にちょっとうちの売り上げが悪すぎて、独自の緊急事態宣言を出して迎えた、6月の結果報告です。まず5月と6月と比べて、集計すると、なんと、合計来店者数2人増えてました。まあ、たった2人なんですけど、まあ、5月はゴールデンウィークがあったりしましたし、やはりたった2人とはいえ、減らなかっただけで一安心です。まあ、その背景には先日まあ、前代未聞の、臨時休業ならぬ、臨時営業をして、営業時間を増やしたというのがあるんで、まあ、今後はそういうウルトラCを使わなくても、集客できるようになりたいです。ただ店舗の売り上げとしては、5月と6月と比べてしまうと、これもゴールデンウィークに宅配が多く出たこともあり、総売上は 4% ほど下がってしまったので、手放しでは喜べないところがあります。そしてやはり比較したいのは、昨年、2023年の6月と比べてどうなのかって話なんですけど、2024年6月は、昨年、2023年の6月と比べて、店舗来客数は 6% ほど減ってました。これは昨年の6月まだ炎上の余波で少しお客さんが多かったのと比べてのデータになるんで、6% 減で踏みとどまってると考えていいと思います。ただし、昨年2023年の6月と比べて、今年2024年の6月は宅配の売り上げが 148% ほど増えてまして、店舗と宅配を合わせての総売上が 116% 増となってます。これは本当に当店に足を運んでくれたり、何度も宅配で注文してくださるお客様のおかげですので、改めて感謝を述べたいです。本当にいつもありがとうございます。それから T シャツ、オリジナル T シャツ、これですね、この T シャツに関しましてもすで、に、完売しました。ありがとうございます。今回少し弱気になって、70着の発注をして、それが、10日間で完売しました。一応荻野ゆかちゃんと、佐々木千織さんに渡す分も、発注したんですけども、目先のお金に目がくるんでしまって、欲しいという方がいたんで売っちゃいました。この10日間で70着の完売が、早いか遅いかのデータがないんでよくわからないですけど、やはり在庫を抱えるというのが精神的圧迫につながりますんで、人安心というのが本音です。もちろん今回は売り切れで買えなかった方も、僕に欲しいという旨を伝えていただければ、再販の可能性も十分にあり、これまでに何度も再販してきてますので、まずは購入希望の旨を僕に、お伝えしていただければと思います。そんなわけで、6月の振り返り終わりです。まだまだ道の途中です。今回もご視聴ありがとうございました。汗だくですみません。